皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。京阪本線と国道170号線との交差地点に来ています。京阪本線郡園駅、高前寺駅、枚方公園駅周辺で行われている連続立体交差事業を地上から詳しく撮影して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。国道170号線付近の寝屋川市音羽町のあたりから連続立体交差事業が始まります。このあたりから旧国道170号線との交差地点までの第一工区は、ゼニタカ組、清水建設、熊谷組の3社による共同企業体による施工で工事が行われています。高架化工事に伴い南北を行き交う16号暗渠と呼ばれる連絡路が2022年7月より閉鎖されています。第一工区の中で寝屋川6号踏切までの A 区間では、線路の東側に仮線が敷設される仮線方式で高架化工事が行われます。ご覧の線路の西側には工事ヤードや国道170号線からの進入路が整備されます。京阪本線は大阪市中央区の淀屋橋駅から京都市東山区の三条駅までを結ぶ京阪電気鉄道の鉄道路線です。路線距離は 49.3km、 期間は 1435mm、 紀州天駅含む駅数は40駅、複々線区間は天満橋駅から寝屋川信号所間の 12.5km、 直流線 500V の全線電化です。ただし実際の運用は三条駅を経由して京阪大東線の終点である出町柳駅まで直通運転をしており、一体的な運用が行われています。寝屋川6号踏切に移動しました。寝屋川6号踏切までは線路の東側での仮線方式で高架化工事が行われますが、寝屋川6号踏切から北台踏切までの B 区間は反対側の線路の西側での別線方式で高架化工事が行われます。この京阪本線では現在高架化事業が行われています。事業区間は寝屋川市の国道170号線付近から枚方市の枚方中央集会所付近までです。高架化事業の事業延長は約 5.5km、 そのうち寝屋川市域が約 2.1km、 枚方市域が約 3.4km です。高架化される駅は郡園駅、高前寺駅、枚方公園駅の3駅です。除却される踏切の数は21箇所で、そのうちピーク時の遮断時間が1時間あたり40分以上のいわゆる開かずの踏切が13箇所です。踏切の数が21箇所と多いのと、さらにいわゆる開かずの踏切が13箇所もあるのが特色です。寝屋川市や枚方市では京阪本線によって東西の交通が線路によって遮断されており、高架化による踏切での渋滞解消も合わせて経済効果の大変高い事業です。線路の西側にある鯛西公園では、公園の敷地の東側が高架橋建設の事業用地として利用されるため、公園の残りの敷地を再整備する工事が2024年7月31日までの予定で行われています。地元寝屋川市に本社がある竹村建設の施工で工事が行われています。さらに京都方面へ進み、北台踏切に移動しました。北台踏切までは線路の西側での別線方式で高架化工事が行われますが、北台踏切から970号線との交差地点までの C 区間では、線路の東側での仮線方式で工事が行われ、第二工区の仮線部とつながります。旧国道170号線との交差地点付近に移動しました。この付近では約17メートルほどの高さがある高架橋が建設され、現在の970号線の高架橋を越えていくことになります。京阪本線の高架化事業が完了した後、この旧国道170号線の高架橋は取り壊され平面化される予定です。郡学校道踏切を渡り、反対側の線路の東側に移動しました。旧国道170号線との交差地点付近から郡園駅部を含む小屋道踏切までの第二工区は、線路の東側で仮線方式での高架化工事が行われています。郡園駅南詰めにある
郡学校道踏切に着きました。この郡学校道踏切の東側に仮線が敷設されることにより、この郡学校道踏切は大きくその形を変えていくことになります。現在の郡学校道踏切道の全長は約18メートルですが、仮線が敷設された後は最長47メートルにもなる予定です。これではとても危険な踏切となってしまうので、さまざまな安全対策が行われます。踏切道の間には滞留地帯が作られ、踏切遮断機が別々に昇降されることになります。また必要期間において踏切保安員が配置され、仮駅舎内には横断通路も整備されます。この JA ビルの跡地の一部にも仮線路が敷設されることになります。大型商業施設フレストの跡地には仮駅の建物が完成しており、1階と2階に駐輪場が2023年9月25日にオープンしました。自転車やミニバイクが利用でき、自転車は最初の60分は無料で利用することができます。またエレベーターを利用して郡園駅に行くことができます。工事の進捗に伴い一旦閉店していたフレスト郡園店が仮駅舎の3階部分に2023年12月4日にリニューアルオープンしました。綺麗な店舗になり再スタートしました。東口にはシンガポールの会社が運営している生搾りオレンジジュースの自動販売機が設置されています。この郡園駅部を含む第2校区は大林組と森本組および地元寝屋川市に本社がある前田組の3社による共同企業体の施工で工事が行われています。この辺りの駅の東側にも仮線路が敷設される予定です。郡園駅部を越えた郡園上手踏切付近の第2校区の B 区間においても線路の東側で仮線方式で高架化工事が行われます。この郡園上手踏切については仮線敷設工事に伴い廃止される予定です。不動屋を平方線と不動小屋方の線が交差する地点にある小屋道踏切に移動しました。この小屋道踏切道はとても交通量が多く、また踏切道に不動屋を平方線が隣接しているという構造であり、とても危険な踏切です。特に渋滞が発生しているときは前方をよく確認する必要があります。この小屋道踏切付近では少し手間がかかる工事が行われます。郡園上手踏切や小屋道踏切から一本松踏切の区間では仮線敷設の事業用地を確保するため不動屋を平方線が東側へ仮移設され、その空いた場所に仮線分割施工方式で仮線が敷設されます。その不動屋を平方線を仮移設するのに必要な事業用地が買収され、建物が取り壊されました。現在はその準備工事が行われています。不動屋を平方線を高前寺駅に向けて進んでいきます。この付近から平方公園駅の手前の三和踏切までは不動屋を平方線と京阪本線が並行している区間が続きます。寝屋川市と平方市との市境付近にある赤い堤防踏切に移動しました。この赤い堤防踏切や高前寺駅部を含む小屋道踏切から高前寺4号踏切までの第3校区は奥村組と浅沼組および西松建設の3社による共同企業体での施工で工事が行われています。寝屋川市から枚方市に入ります。この京阪本線の高架化事業は京阪本線寝屋川市駅から枚方市駅周辺区間における道路交通の混雑緩和や踏切における事故や渋滞を解消するとともに沿線の地域コミュニティを育み健全な街の発展につなげていくことを目的としています。2005年度から2007年度にかけて事業調査が実施され、2009年度には環境アセスメント方法書が作成されました。2013年3月5日には都市計画が決定され、2013年12月13日には都市計画事業が認可されました。それを受けて事業認可報告に関する地元説明会が2013年12月から2014年1月にかけて行われました。2014年度から用地買収が開始され、2019年度から水路などインフラ施設移設および埋蔵文化財調査などの事業にかかる準備工事が開始されました。また2022年1月には工事着手に伴う地元説明会が開催され、
鉄道高架化工事が着手されました。小屋道踏切から高前寺4号踏切までの第3工区では、線路西側での別線方式で高架化工事が行われます。そのための事業用地が線路の西側にほぼ確保されているようです。第3工区の作業所が中振歩道橋の西側に設置されています。中振可動橋は仮線敷設工事に伴い京都側の階段が撤去され、大阪側の階段も移設される予定です。高前寺駅の手前ですが、詳細に取材したために動画が長くなってしまいました。この辺りで前半として終了いたします。次回はこの続きを後半としてお届けいたします。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。